いやストレスたまりますよね、この季節。なんかもう外があったかくなってんだかなってないんだかもう分かんないですよね。でなんか昨日だか一昨日だかゴミ捨てに外行ったんですよ。でダウン着てったんですよ、俺ちょっとノリが分かんなくて。したらすげえ暑かったっていう、もう季節感が分かんないですよね。なんか日光浴した方がいいって言いますけどね、あの何日の光浴びるっていうのが一番こうなんていうんですか、免疫力を高めるとかっていうのも言いますからね。だからまあ家に庭とかがある人はいいですけどね。あとまあね、散歩とかジョギングとかするとかね。あとなんかまあ窓際にいてもいいんじゃないですか。一日朝何十分とか10分とかでも分かんないけど、とにかくでもまあそういう健康はあれですけど、ストレスはね溜まりますよね。でストレス溜まってきたらみんな何します、何する派ですか、運動とかですか。やっぱ俺はね、もうやっぱ買い物しちゃうんですよ、ストレス溜まってくると。ネットでこうシワが通販でついつい、なのでちょっとね買っちゃいました、やっちゃいましたね。ちょっとすごい量買っちゃいました。これもやるしかない、うーっつって、あーっつって買っちゃいました。これじゃじゃ、おお、じゃじゃん、これいちごです。もうフルーツ好きなんですよ昔から。でもやっぱフルーツ食う機会ってあんまないじゃないですか、もうなんか大人になったら。ある人はあると思いますけど、これどうすっか、これこれもう重いっすよ。これいちご食ったろうと思って、ちょっとめちゃめちゃうまそうなんですよこれ。今いちごの季節でしょうかね、やっぱね。これちょっとね、食べますいいっすか、これ食べて、食べちゃいます。で手をちゃんと洗ってきたので、ちょっと食べちゃおうと思います。こうちょっと取り分けてきたんで、あのままだと、だって、まあ、あのまま食いそうじゃないですか、もうガーって食いそうですけど、結構現実的な話、あれ結構いい、これいいイチゴなんで、なんていうんですか、ちょっと毎日ちょっとずつ食いたいんで、ちょっとまずこのお試しで4つ。でこれでかくないですか、これとか、これとか立派なね、これあ、これうん、ちょっとこれ食っちゃおうかなと思います。早速どれ、うん、甘いな、うん、あー甘い、いちごうま、すんごい酸っぱいのが好きなんですよ。酸味好きなんですけど、酸味と甘さのバランスが最高ですねこれは。うん、めちゃくちゃ甘いですね。いや、甘みがめっちゃ勝ってますねこれは。うまっ。すいませんね、一人で食って。すいませんね。ほら。いや、これめっちゃ甘い。またこの一個一個味がね、甘さとかちょっと違うのが良くないですか、果物って。ちょっと、もう最後に一個なんですけど、これ。いや、めちゃくちゃ甘いっすね。めっちゃうまいっす。最高っすね、これ。
やごちそうさまでした。みんなもフルーツ食べようね。あ、もう腹鳴っちゃった。今聞こ入ったかな音。食ってる時も鳴ってたかな。腹グーって今ちょっとなんか食欲に火がついて元気出てきたんじゃない。ちょっと食べていこうかなと思います。ではまたまた。